東よりは山形県の生んだ大輝小結柏戸21歳西よりは北海道出身の伊在大鵬19歳果たして柏戸新鋭大鵬の全勝を破るか。全国の相撲ファン熱狂の大一番を迎えました。さあ制限時間はいっぱい、両者気合よく最後の仕切りに入ります。右が大鵬、左が柏戸。さあ勝った、左が入りました。柏戸右から懸命に押っつけた。柏戸寄ります。柏戸下手段に打った、残った。柏戸懸命に打った。大鵬今度は左をはず割り出しに行った。大鵬豪快な相撲、柏戸苦戦でやります。今度は柏戸右をつけて寄った。両者強烈な寄り合い、大相撲、大相撲になりました。強烈な寄り合いであります。今度は柏戸構成、大鵬の腰がちょっと伸びた、寄って寄った、左から下で出し投げ、ついに柏戸の勝ち。大鵬土俵に入りました。今場所初めて大鵬土俵に張った柏戸の勝ちであります。満場熱狂の大一番、柏戸ついに全勝の大鵬を破りました。